ジョン・トーマスはアメリカ合衆国の陸上競技選手。総高跳びの選手として1960年、ローマオリンピックと1964年、東京オリンピックに出場し、2大会連続メダルを獲得した選手である。トーマスは21歳となった1959年2月に、非公式ながら 2.16 メートルの世界タイ記録を樹立。同シーズンは故障のため振るわなかったが、翌年の4月30日にフィラデルフィアで 2.17 メートルの世界新記録を樹立した。1ヶ月後の5月21日には再び 2.17 メートルの世界タイ記録を達成。さらに翌月の6月24日の AAU 選手権では 2.18 メートルの世界新記録。その1週間後の7月1日に開催されたオリンピック選考会で 2.195 メートルと世界新記録を更新。さらにバーの高さを 2.22 メートルに上げ成功。同日に2度の世界新記録を達成した。ローマオリンピックでも優勝候補の最右翼と目されるようになる。しかし、ローマでは 2.16 を失敗してしまい、2.14 メートルという記録で、ソ連のロベルト・シャフラカゼ、ワレリー・ブルメルの2人の前に銅メダルという結果に終わってしまう。ローマオリンピック後は、トーマスに代わりオリンピックで銀メダルを獲得したブルメルが世界に君臨する。1961年には 2.23 メートルを記録しトーマスの世界記録は破られる。1964年東京オリンピックまでにブルメルは 2.28 メートルまで世界記録を更新していった。トーマスは1964年東京オリンピックに出場する。しかし、ブルメルが断然優勝候補と見られていた。4年前と同様、両者は決勝で対戦。共に 2.18 メートルという結果となるが、試技数によりトーマスは銀メダルという結果に終わった。2013年1月15日、死去。71歳没。ありがとうございます。